はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は、ビネガーカクテル。これ、チューハイみたいなもんですね。陽明酒の会社の、ビネガーカクテル、サラダに合うビネガーカクテルオリジナル。アルコール度数 5% で果汁が 2%。味わい深いビネガーと、相性の良いハーブを組み合わせました。甘さを抑えた、すっきりとした風味はサラダにぴったり、食事と合わせて楽しめるビネガーカクテルです。原材料名がライム果汁と醸造酢とハーブエキス、過去ローズマリー、エルダーフラワー、ジュニパーベリー、ナツメ、サンザシ、ペパーミント、そして醸造アルコールと糖類と酸味料と香料と炭酸ガス。販売元が陽明酒製造株式会社。だって。よいしょ。乾杯。あ、甘酸っぱい。あ、意外と美味しい。なんか、まあ、なんだろう。リンゴ酢とかよくあるじゃないですか。あれみたいな感じじゃないの。まあ、俺リンゴ酢飲んだことないからわかんない。ああ。酸っぱさと、甘酸っぱい。ちょっと不思議な味、しますね。うん。うん。ああ。あ、濃厚な酸っぱさと甘さが、なんか、うん。体に良さそう。結構甘いです。甘いんだけど酸っぱさが結構あるんで、酸っぱいんで、うん。レモンの酸っぱさじゃなくて、ね、あの、酢ですね。ね。あ、美味しい。あ、これあれだ。スッパムーチョっていうあのお菓子あるじゃないですか。ポテトチップス。あれの味する。美味しい美味しい。俺酢大好き。酢ってか酸っぱいの好きだから。うん。そうめんとかにも酢入れるんですよ。めんつゆと酢を入れて、それであの水入れて、つける用のね、あの液体に。めんつゆにちょっと あの酢を加えると、美味しい。美味しいですよ。うん。うん。これは結構美味しい。これ結構美味しいな。ちょっと濃厚っていうか、うん。酢がかなり酸っぱいですね。うん。レモンの酸っぱさじゃないんだけど、結構酸っぱいです。うん。うん、これは美味しい。どことなくこの、なんだろう。ブドウジュースっぽい味がするな。なんだろう、マスカットみたいな味がするな。うん。関係ないけど、酢。
酢を、ニンニクの酢漬けとかやってみようかな、今度。ニンニク大好きなんだけど、あれ、醤油につけるとすっげえしょっぱくなるから。ニンニクを酢につけたら意外と、うまかったりしないかな。うん。美味しい。これ美味しい。ただ、酢って、なんか料理に使える用途があんまないんだよね。うん。そんなにあれだよね。だから結構余るんですよ。酢がね。酢ってほとんど使わないんだ。どう使えばいいのかもよく分かってない。何の料理に使うかっていう、何にも使えないんだよね。どう使えばいいのって。どう使ったらいいんだろうな。酢ってな。味噌汁に入れるわけにもいかねえし。なんだろう。あ、レタスとかにサラダにぶっかけて食ったらうまいかも。酢をさ、レタスとかにぶっかけてみたら意外とうまいかもしれない。まあ、酢は俺大好きなんですけど、まあ、あれだよね。ポテトチップスのスパムーチョと同じような味だな、これな。ねえ、コク、甘み。甘み結構強いですね、これ。これ美味しい。うん。2444です。ご視聴ありがとうございました。